ジェッツ戦でシュートを止めるゴールデンナイツの GK フルーリー、右、イコールウィニペグ、USA トゥデイ、ロイターイコール共同、写真を拡大、ニューヨーク共同、北米プロアイスホッケ。NHL のプレーオフは14日、カナダのウィニペグで西カンファレンス決勝、7回戦制、第2戦が行われ、新加入のゴールデンナイツがジェッツに3-1で快勝し、1勝1敗と。記事全文を読む。